8月10日、宮内庁は、新型感染症の状況を考慮して、今年の秋の園遊会も開催しないと発表しました。そして、学習院大学に通われている敬宮愛子さまは、夏休みに入りましたが、どのような日々を過ごされているのでしょうか。宮内庁は、新型感染症の状況を考慮して、今年の秋の園遊会も開催しないと発表しました。園遊会は令和になって以降、残念ながら、一度も行われていません。天皇皇后両陛下が主催する園遊会。それは、毎年、春と秋、各界の功労者およそ2000人を招いて行われ、皇室の方々が親しく言葉を交わされてきました。ですが、令和になって以降の園遊会といえば、代替わりの行事、そして、未だ猛威を振るい続ける感染症の影響によって、一度も開催されていません。例年、秋の園遊会は10月後半から11月前半に開催されてきましたが、今回の件についても宮内庁は、飲食を伴うもので、行事の性格上、密集密接を避けることが難しいとしています。これは、感染症の収束が見通せず、多くの人々が不安や困難を抱えている状況の中で、開催することは適切ではないと判断したということです。再び拡大が始まった感染症。それは、愛子さまの大学生活にも大きな影響を与えています。通われている学習院大学も夏休みに入った愛子さま。現在は、どのような日々を過ごされているのでしょうか。愛子さまは平安期の文学を好まれています。源氏物語などの長編作品を読みこなすことをご自身の課題とされていると伺っています、という宮内庁関係者。感染症問題だけでなく、今夏は、連日の猛暑や豪雨が日本列島を襲い、国民を苦しめているのです。愛子さまは、そのような状況に、深く心を寄せられていたといいます。夏は各省庁からの概算要求が行われますが、宮内庁が来年度予算案に、愛子さまが着用されるティアラなど装飾品の制作費を計上しないことが明らかになりました。感染症拡大で国民が苦しむ中で、両陛下のお気持ちを愛子さまが考慮されて固辞されたのです。学費が払えずに学業を断念した人や成人式にも出ることができなかった人が、愛子さまの同世代には多くいます。そんな社会情勢の中で、制作費が3000万円以上になるティアラに税金が投入されることを望まれなかったのでしょう、というジャーナリスト。昨年12月に成人された際にも、一度ティアラの制作を辞退された愛子さま。そして、叔母の黒田清子さんのティアラを借り受け、その後の行事に臨まれたことが話題となりました。女性皇族が成人されると、宮中晩餐会などの行事で着用するために、ティアラやネックレスなどをオーダーメイドします。眞子さんや佳子さまのティアラは、それぞれ2856万円、2793万円の制作費用がかかり、国費である宮廷費から拠出されました。天皇の娘である愛子さまのティアラならば、制作費は3000万円を超えると思います。制作費は国民のために。そんな愛子さまのご姿勢は、天皇陛下と雅子さまの暮らしぶりから学ばれたものではないのでしょうか。御所にある家具などの調度品は、一般人から見たら値段が高いと思われるものです。しかし、数十年単位で使える品質の良いものを吟味して購入され、古くなったらその都度お手入れされていると聞いております。昔から無駄遣いをせず、質素倹約に努める両陛下のご方針は、愛子さまにも受け継がれているのです、という宮内庁関係者。名古屋大学大学院准教授の笠井氏は、次のように分析しています。ティアラは公的な行事での着用以外に用途はないため、国費で制作しても良いと思います。ただ愛子さまは、生活に苦しむ国民に寄り添うという両陛下のご姿勢を常に意識されているからこそ、今回のご判断に至ったのでしょうとするもの。愛子さまに受け継がれる倹約の精神。これからも、成年皇族としてのさらなるご活躍を、国民は待ち望んでいます。常に国民を思い、国民に寄り添う姿勢やお気持ちを持たれ、ティアラを謙遜されることは、愛子さまのご年齢ではなかなかできそうでできないことだと思います。それも、
ご両親の天皇皇后両陛下の控えめで、謙虚で誠実なお人柄を引き継がれている証だと思います。次期天皇には、篠宮愛子様が最もふさわしいと思うので、ぜひとも女性天皇になられ日本国を変えてほしいと思います。作らないという選択をした愛子様は、とてもすごいと思います。その選択も勇気がいることだからです。代々受け継いでいくティアラという流れも、素敵だと思います。今の時代に合った、ふさわしい考え方なのかもしれません。今までなら、新しく新調するのが当たり前だった世界に、新しい良い意味で時代の変化に対応している愛子様。とても素敵な考えですし、時代の変化とともに国民の生活や思想も変わっているこの時代に、とても合っていると思います。国民感情を理解し、それに配慮しているという感覚が脈々と伝わってきます。天皇や皇室に批判的な意見を持っている人の理由の一つとして、格式や伝統を盾に、当たり前にお金をかけることという点があると思います。小さな政府ならぬ、小さな皇室という視点がこれからも検討されるのではないでしょうか。ですが、しっかりした考えをお持ちの愛子様なので、3000万かけて作っても嫌な気はしませんね。今回も、とても勇気のいる行動だと思います。愛子様の周りでも、反対する人もいたかと思います。当たり前になっていることを、自ら選択して変えられるという動きを出すのは、素晴らしいとしか言いようがありません。世の中も変わってきています。今までそうだったからではなく、状況判断し、柔軟に対応できるのは、頭脳明晰な愛子様だからでしょうね。倹約精神というと、安っぽく聞こえますが、愛子様は、お金だけでなく国民の気持ちも汲み取った上での判断なのです。新しいものを新調するのが、常識的なことなのかもしれませんが、身近な人から代々受け継いで使うというのも、今の時代に合った考え方かと思います。愛子様は、先駆者的な存在感を表し、国際社会でも力を発揮されるように思います。物や人、そして生き物すべてを大切にする、愛子様の精神は、見習わないといけないですね。その昔、皇后雅子様が、新しいことも取り入れながら、古き良きことは受け継いでいく、というような発言をされたことがあったように記憶しています。愛子様は、まさにそのお姿を見てお育ちになり、きちんとご両親の教えを守り、国民に寄り添っておられると感じました。それは、雅子様が、皇室の中で大変な思いをされてた時の発言だったはず。しかし、今現在を見ればそのお考えは、間違っていなかったことが明白だったということが、愛子様を見ればわかりますね。愛子様は、本当に素晴らしい女性にお育ちになられましたね。愛子様のこれからを、国民は安心して見守っていけると思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。